綺麗の兄貴。どうでした、サツからは何か情報はもらえたんですかいの。少しだけだ。後でまた馴染みの伊達って刑事がここに来てくれることになっている。そこのママの旦那だけどな。悪いな、ママ、またたまり場にしちまって。いいのよ、好きに使って。この店には私より桐生さんの方が古いんだから。ありがとう。そちらのママデカの神さんじゃったんか。いやー、下手なちょっかい出さんでよかったわ。ノー、ユタ。大丈夫か、ユタ。知り合いの死に顔を見るのは初めてじゃ言うとりますけ、さっきから心機くそうでかなわん。余計なお世話ですよ。大体頭だって今の今まで黙りこくってたじゃないですか。バカだれ、お前が何も口聞かんからわしも黙っとっただけじゃ。警察の話じゃ、達川をやったのは中国マフィアの連中らしい。中国マフィアって例の西欧会とかいう。ああ、達川は情報屋としてその西欧会に使われてたって話だった。何かしくじって雇い主に始末されたってことかもな。しかしえげつなことしよるな。達川は喉切られた上に心臓をめった刺しにされとった。見せしめっちゅうことですかの。なんか俺が知ってた達川とは別人みてえだ。カムロ町でホストになったと思ったら、そいつは中国マフィアの情報屋になるための偽装で、やっと見つけたと思ったらゴミみてえに殺されててよ。俺は達川を半殺しにしてやろうと思ってわざわざ東京まで出てきたのに、すっかり気持ちが冷めちゃいましたよ。これからどうします、兄貴。達川が死んどるんじゃ、はるかさんのことも何も聞き出せんで。分かってる。だが俺は中国人がなぜ達川を殺したのかを知りたい。と言いますと、達川が中国マフィアに追われてたんなら、はるかやはるともその件に巻き込まれたって可能性がある。ん？もしそうなら、はるかちゃんがひき逃げされたのはただの事故じゃなかったってことすか。まだそう言い切れるだけの材料はない。だが達川って男にはわけのわからないことが多すぎる。確かにそうっすね。キリュウ、邪魔して構わないか。広島の広瀬一家って言うと、あんたら陽明連合会の関係か。陽明連合会直系の増添組さんか。その末端の組ですわ。ほいじゃが、うちの総長の広瀬徹は昔近江連合ともバリバリやりようとるけ、サツの旦那じゃったら名前くらい知っとるじゃろ。悪いけど聞いたことねえよ。なんなら東京のデカも大したことありゃせんのんじゃの。それよりな、キリュウ、ちょっと遥かなことでお前に話しとかなきゃいけないことがある。ん？お前が広島に行ってる間に遥かの病院を移させてもらったんだ。都内の警察病院にな。何かあったのか。ああ、前の病院に東上会を名乗る連中から遥かを見舞いたいって問い合わせが何度も来るようになってな。東上会か、遥かを。そう名乗ってるだけで本当に東上会の連中かどうかもわからねえ。とにかく俺も気持ち悪いんでな、人目につかねえように病院を移したんだ。一応念のためだが、遥かの病室には誰も近づけねえように警備もつけている。遥かの容体は変わりなしか。あいにくな。お前ももう少し落ち着くまで遥かの面会には行かない方がいい。お前らが下手につけられて遥かの居所が嗅ぎつけられりゃ、もう移す病院のあてもねえ。そうか。せめて遥かの意識が戻ればいいんだがな。秋山はどうしてる。あいつも遥についててくれていたろ。遥を警察病院に移した時、秋山にも離れてもらった。あいつも中国マフィアに狙われる身だ。そうそうのんきに病院でじっとさせてるわけにもいかねえ。連絡は取れるか。ちょうど中国人のことで秋山に聞きたいことがあるんだ。いや、用がある時は向こうから連絡してくるって言うんだな。こっちからは連絡の取りようはねえ。でも
お前が今さら秋山に聞きたいことってな。前に秋山と一緒にいた時、エドっていう中国人とやり合ってな。多分西洋界の中でも幹部クラスだ。秋山からそいつの居場所を教えてもらいたい。その後エドから西洋界が達川を殺した理由を聞き出す。なるほど。ただそういうのは警察の仕事なんだがな。まあお前に言っても聞きやしねえか。そりゃそうと、今度は俺にも話を聞かせてくれ。殺された達川が神室町に来た行き先とか、広島にいた時の様子、遥とのやり取り、何でもいい。悪いが俺も仕事なんでな。さっきの伊達千代でか、年は食っちょるがなかなかの切れ者じゃったの。信用してもええようじゃ。そうっすね。伊達さんに任せておけば、達川が何で殺されたのかも掴んできてくれるんじゃないすか。そうかもしれねえな。だが俺は一刻も早く遥の事故の真相が知りてんだ。黙ってじっと待つつもりはない。なんでそんなに急ぐんです。サツも達川の殺しを追い始めたんだ。いつ俺らを邪魔者扱いしてもおかしくねえ。伊達さんはともかく、結局警察ってのは組織の理屈で動く。例えば本庄ってデカは俺を犯人扱いできるとも匂わせてきた。なんじゃそれ。とにかく俺は自由に動けるうちに動いておきたい。まずは秋山を探してみる。前に秋山が隠れてた下水道に行ってみるつもりだ。お前らはここにいて、いつでも連絡が取れるようにしといてくれ。わしらはここで待機しとりますき、気にせず向かって使わさい。キリュウの兄貴、気をつけてください。わしらはここで待機しとりますき、気にせず向かって使わさい。キリュウの兄貴、気をつけてください。しばらく寝てろ。
時間食っちまった。いらっしゃいませ。取らせやがって。時間食っちまった。時間食っちまった。食っちまった。
誰だお前ら。把他包围起来，别让他逃走。要确定这家伙今天死在这里。中国人。ここでずっと秋山の帰りを見張ってたってとこか。話の通じる相手じゃなさそうだ。看我把你这混蛋给剁成肉酱，再把所有的日本黑帮给杀得干干净净。まだいるな。お前は逃げなくてもいいのか。どうも、キリュウさん。俺ですよ。覚えてます？ん？ああ。前にこの場所を教えてくれたやつか。はあ、よかった。俺まで殴られるんじゃないかと思ってヒヤヒヤしてた。でもキリュウさん、なんでまたこんなとこに。秋山さんなら前にあんたと出てったきりここには戻ってないよ。また秋山と連絡が取れなくなってな。あんただったら連絡つけられないか。できなかないけど少し時間がかかる。秋山さんも慎重なんでね。連絡が取れるまで何人かに話通さなきゃならないようになってんだ。あいつはまだ中国マフィアから狙われてるようだな。正直そこまでヤバいならカムロ町を離れた方がいいと思うんだけどね。秋山に俺の携帯へ電話を起こすように伝えてもらえるか。分かったよ。少し時間をくれ。ああ頼む。桐生だ。秋山です。連絡取れなくてすみません。何か俺に用があるとか。ああ、お前は今どこにいる。まあ転々としてますよ。カムロ町にはいますけどね。そうか。お前に聞きたいことがあるんだ。この間エドって中国マフィアとやり合ったな。あいつはマフィアの中でどの程度のポジションだ。採用会の中でってことですか。幹部ではあるみたいですね。ボスと直接口切るメンバーの一人だとか。やっぱりそうか。エドと話がしたい。あいつの居場所はわかるか。エドと話したいって、なんでまた。
西洋会が遥の事故に絡んでいるかもしれないんだ。エドがいるのはアジア街です。そのど真ん中にあるでかい店がエドの仕切りなんですけど、なんだ。キリュウさんが店行ってエドと話したいと言っても手下どもが通してくれやしません。その店は西洋会の中心部です。連中を丸ごと潰しに行くのと変わりませんよ。なんならそれでも構わねえかな。極道から足洗った人のセリフじゃありませんね、それ。とにかく電話じゃなんです。今から会いませんか。いいのか。どこで会う。劇場前広場にアパホテルってのがあります。そこの6階の客室で。キリュウさんはお一人ですか。ああ、一人で行く。わかりました。俺もすぐ向かいます。でも今度はつけられないようにしてくださいよ、キリュウさん。分かってる。時間食っちまった。さっきから俺をつけてるのはお前らか。問答無用か。
登場会の。どうなった。なんで登場会の人間が俺を。